皆さんこんにちは、佐々木一です。前回の動画に続いて今回も皆さん遊びに来ていただきありがとうございます。前回はブレイキングダウンについて話させてもらって、今回は前回ライジン40で発表された朝倉未来選手 VS 牛久潤太郎選手のこの試合について、今の現時点での勝敗予想させていただきたいと思います。これはね、しっかりね力入れて勝敗予想をしていきたいと思います。それとね、勝敗予想の方に入っていく前に、皆さんにちょっとご報告というかあるんで、よかったら聞いてください。YouTube ではまだ皆さんには言ってなかったんですけど、去年の10月4日に自分の父が他界しました。突然の出来事で、僕も驚きを隠せない状況の中で過ごしてたんですけど、本当に昔から僕のこと、ほんまに無口なんですけど、自分のことずっと応援してくれてて、なんていうんですかね、今でも寂しい気持ちはあるんですけど、そんな親父に育ててもらったからこそ今の自分があるなと、感謝しきれないぐらいの親父で、親父のことを皆さんに少しでもちょっと知ってもらいたいな、僕のルーツを知ってもらいたいなと思って、インスタの方に概要欄に載せておくんで、親父のことを少しですけど書いてるんで、よかったら皆さんチェックしてください。それと、今回のおまけ動画なんですけど、親父を偲ぶ会ということで、親父が旅立った後に、49日終えた後に家族旅行で昔親父に連れて行ってもらった稲の船屋っていうところがあるんですけど、京都の方なんですけど、そちらの方に家族で行ってきたんで、短編ショート動画みたいな感じになると思うんですけど、おまけ動画に今回載せさせてもらうんで、よかったら皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、ちょっとこれね、皆さんに ずっと報告しないといけないな思いながら、なかなかね、やっぱこういうことってパッて言えなかったりするんですよね。話したらめちゃめちゃ長くなるんで、本当に SNS の方でまたよかったら僕の思い気持ち読んでください。お願いします。はい、じゃあそれでは勝敗予想の方行っていきたいと思います。気持ち切り替えていきましょう。ちょっと僕もね、話になるとちょっと一瞬涙がうるって出ちゃうところはあるんですけど、気持ち切り替えていきます。さあ、これね、ライジン40で朝倉未来選手と牛久潤太郎選手の試合が発表されましたね。僕その日パトリックのセコンドで入ってて、その後にアベバの言ったら、ライジンの裏番組で解説のオファーがあったんで、そこに出演させてもらって、その時ちょうどね、牛久潤太郎選手と同時に入らせてもらったんですよね。でその時僕は試合が発表されてるっていうのは全然知らなくて、でその時に朝倉未来選手と試合が決まったっていうことを僕知って、おおと思ってね、心の中で。朝倉未来選手、去年まで、結構、動画とかを見させてもらって、体が結構ボテってしてて、体重も結構あるから、試合はせえへんのかなっていうのを思ってたんですよ。で、今回、年末の対抗戦にも出場しなかったわけじゃないですか。その中でも、彼の SNS で、2023年は格闘技に力を入れていくということで、今回試合決まったと思うんですけど、その対戦相手が牛久潤太郎選手ですね。これの試合に関しては、その前から決まってもよかったかなって思うぐらいの、カードで、ファンの人からしたら、すごい見たかったカードかなと思います。牛久潤太郎選手、前回クレベル小池選手に負けて、朝倉未来選手もね、クレベル小池選手には負けてるんですけど、その二人の試合の内容を見させてもらって、直近の試合も含めて、今、現段階での勝敗予想という形で、あとね、試合が多分春ぐらいに行われるって言ってるんで、春までに多分2人の仕上がりも全然変わってくると思うんで、春先にまだ試合直前になったら、その時の結論的な勝敗予想もまた上げさせてもらうと思うんですけど、ストラッサー喜一を年間でサポートしていただいている企業様です。いつも応援ありがとうございます。今の段階の、データ収集で見解述べさせてもらうと、クレベル小池選手にお互い負けてるわけなんですけど、内容的にどっちが良くてどっちが悪かったかって言ったら、内容的に良かったのは僕は牛久選手だと思いますね。朝倉未来選手の内容と牛久選手の内容を見ると、やっぱ牛久選手の方がクレベル小池選手にもしっかり対応できてたかなと思います。僕の見解ですけど。2人ともね、1本は決められたんですけど、やっぱ1本決められるまでのプロセスっていうところも、
やっぱ大事になってくると思うんで、あと朝倉未来選手、前々回萩原選手と試合して、その後斉藤豊選手と試合したのがちょうど2021年の12月31日なんで、ほぼ1年ぐらい前、1年ぐらい試合しないわけなんですよ。で4月に試合するってなったら、まあ、1年半年まだいかないですけど、大体そのぐらいの試合期間が空くっていう形になるんで、まあ、感覚的にもどうなのかなっていうのもありますし、牛久選手はやっぱコンスタントに試合をこなしてきて、まあ、感覚的にはすごいいいかなと思います。まあ、この試合について、まあ、どういう展開になるかというと、まあ、朝倉未来選手は、まあ、カウンター待ちの打撃のファイターなんで、まあ、基本的には打撃の待ちになってくると思います。それで牛久選手はやっぱ柔道出身で、まあ、牛久っていうだけで、まあ、名字とは全然関係ないんですけど、やっぱ猛牛のように前にやっぱ突進力が強い、すごい強い選手になってくるんで、朝倉未来選手の打撃をかいくぐって組んでくると思いますね。でそこのやっぱ攻防戦があると思います。まあ、そこで朝倉未来選手が打撃を当てて効かせるか、牛久選手が朝倉未来選手の打撃の光を消すかっていう、そこの攻防戦にはなってくると思いますね。まあ、勝敗予想から先に言いますと、僕の勝敗予想としては牛久選手の判定勝利で挙げさせてもらいます。この試合ね、やっぱ1ラウンドから始まって、やっぱそこの打撃と組の攻防戦になってくると思います。で牛久選手は結構ビビったりするタイプではないんで、あと打撃も牛久選手もしっかりできるタイプなんで、朝倉未来選手とそこそこやり合うと思うんですよね。だからそこで朝倉未来選手がやっぱ待ちになってくるんで、待ちに対してそこの一発さえ防げば、そこに入っていった時に懐入れるんで、そこでしっかり組めるかなと。で組んでしまえば牛久選手がテイクダウン取って朝倉未来選手をしっかりつけてくるかなと思うんですよね。1ラウンド、まあ、そこでしっかりつけて朝倉未来選手のスタミナをしっかり奪ってくると思います。朝倉未来選手も今結構体重増えてる状態で、まあ、1月から準備してくると思うんですけど、やっぱ準備するのにスタート出遅れると思うんですよ。で牛久選手はやっぱいいコンディションでやってきてるんで、しっかり準備もいい状態で作ってこれると思うんですよ。でそこってめちゃめちゃ大きいんですよね。選手のやっぱ準備期間ってめちゃめちゃ大事で、自分もやっぱ準備期間がしっかりできてる試合は基本的には試合勝ってます。でも準備期間に何らかの問題が起きたり、やっぱ自分の中でちょっと微妙やなっていう時はやっぱ試合でいいパフォーマンス出せなかったりするんで、そこがどういう風に出てくるかっていうのもポイントになってくるかなと思います。でそれで1ラウンド牛久選手に朝倉未来選手がつけられて、まあ、2ラウンドも打撃のスリリングな攻防はあると思うんですけど、まあ、その中でしっかりかいくぐって牛久選手がテイクダウンして、それを繰り返しして3ラウンドまで遂行していく。まあ、朝倉未来選手が以前萩原選手にやったあのテイクダウン、ニータップでテイクダウン取ったわけじゃないですか。しっかりつけ切っていく、つけ切って、まあ、試合に勝ったわけなんですけど、ああいうやっぱつけていくような感じの試合にはなると思いますね。まあ、その中でもね、やっぱ打撃の攻防は要所要所にあると思うんで、朝倉未来選手も腰が重たいので、牛久選手も最初テイクダウン手こずるかなと思いますし、もし朝倉未来選手の打撃をカウンターで綺麗にもらってしまうと、牛久選手もやっぱそこで体幹力抜けてしまうと、やっぱ1ラウンド2ラウンド3ラウンドずっと響いてきて、そこは苦戦してくるんで、そうなってくると、まあ、勝敗ちょっとどうなってくるかわからん部分あるんですけど、あと牛久選手がやっぱ気をつけないといけないということは、やっぱ組んでくると思うんで、牛久選手がで組んだ時にやっぱ下になるんで、その時にアッパーとか膝を狙われないってことですね。やっぱその辺も朝倉未来選手作戦的には賢いところあると思うんで、そこも踏まえて組んでくると思うんで、だからそこの攻防も見ものになってくるかなと思いますね。多分朝倉未来選手からテイクダウン行くってなったら、疲れたりとかした時に、多分なすすべがなくなった時とかに、迷った時とかにテイクダウン入れてくるかなと思いますね。テイクダウン朝倉未来選手がするってことは、結構追い込まれてる状態になるかなっていう心理状況なのかなとも思います。朝倉未来選手勝つんやったら、やっぱカウンター勝ちかな。でも勝負の世界なんてね、絶対はないからね、あくまでも確率論なんで、僕は牛久選手の方が、まあ、7-3 ぐらいで勝つかなと思います。まあコンディションも含めてですね。まあ、お互い試合前にね、やっぱ怪我とかもあると思うんで、ね、なかなかやっぱ格闘家って怪我との隣り合わせになってくるんで、まあ、そこをどういう風にやっぱ作っていけるか、
っていうところですね。もう本当にさっきも言ったんですけど、僕格闘技する前にスポーツニュース見てて、マラソン選手が今回の調整はうまくいきました、うまくいきませんでしたっていうフレーズを見たときに、僕格闘技する前までは調整ってなんやねんと思ってたんですけど、実際選手して現役やってるやったらやっぱ試合前の調整ってめちゃめちゃ大事になってきます。まあ、本当にそれで、あとやっぱ準備ですね。いかに準備期間が長くしっかりできるかっていうところ大きいです。僕も今試合決まってないですけど、もう12月1日からもうしっかり準備してます。体重もね、去年10月は95キロあったところ、今85キロです。まあ、それで練習もしっかり動けるようにやってます。僕も同じ過ちは絶対犯したくないんで、次の試合絶対にスラスター・ケイチの強さをしっかりパフォーマンス出して勝つっていうところしか僕も見てないんで、僕は準備期間はめっちゃ12月からやってます。なので、今回、牛久選手と朝倉未来選手の準備期間、そこも踏まえてやっぱ攻防戦は始まっているかなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、勝敗予想させてもらいました。あと皆さんのね、勝敗予想、素人の方の意見ってまたシンプルに参考になる時もあるんで、コメント欄でぜひぜひ教えてください。あとチャンネル登録まだの方は、そらさきいちの応援も兼ねて登録よろしくお願いします。前回の動画でも言ってたんですけど、2023年は視野を広げていろんなことに挑戦して YouTube でもやっていこうと思うんで、それで新しい自分と出会って41歳でもまだまだ進化しているっていうところを、格闘技でも YouTube でもいろんな部分で全部底上げしていこうと思うんで、皆さんスラスターケイチのこと応援よろしくお願いします。こんな感じで動画終わりたいと思います。次回は平本蓮選手と斉藤豊選手の手話予想、こちらを上げていこうと思いますんで、チャンネル登録して次の動画をお待ちください。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さんこんにちは、サラサキイチです。こんにちは。こんにちは。今日は家族揃って、まあ、旅行に行ってます。まあ、それでね、今日はちょっと Vlog 的な感じで、まあ、今日の行き先の旅行のところをちょっと皆さんと一緒に楽しみたいな思って、まあ、回してるんですけど、まあ、自分の姉、今撮影してる姉なんですけど、まあ、普段イギリスに住んでて、今日本に2年ぶりか、ね、2年ぶりですね。2年ぶりに帰ってきてて、まあ、それでなんで帰ってきたかというとね、ちょっと報告の方、ね、皆さんの方に遅くなったんですけど、まあ、10月4日に、まあ、うちの親父が亡くなってしまって、まあ、ちょっとね、ちょっと 急な、ね、出来事だったんで、まあ、僕らもちょっとびっくりして、まあ、でも そっからまあ家族みんなで親父のことをしっかり見送って、それで昨日49日終えたんですよね。まあ、それで今日はね、うちの姉ちゃんが、はじめまして。めっちゃよそ行きやん俺。ちょっと恥ずかしい。まあ、うちの姉ちゃんね、イギリスで、はい、アートメイクやってて、はい、なんかそのマイクロブローディングっていう、マイクロブローディングはやってません。ないアートメイク、アートメイクをしてて、マシンストロークしてて、イギリスの世界大会でも3位入賞とか、そういう実績持ってて結構やり手なんですよ。まあもうそれはいいか。それはもうええわ、思んない。うん、それでお父さんが昔家族で連れて行ってくれた場所がその近所にあるんですよ。でその場所がね、なんていうとこ、伊根町ね。それが父と一緒に旅行行ったのが最後だったんで、うん、もう一度記念に家族で同じ場所を訪れたいなと思ってリクエストしました。うんうん、これから皆さんで旅行行ってみましょう。はい、イエーイ、イエーイ。ここじゃん、あ違う、あここや、あこれやな。どれですか、どれですか、これちゃん、これですか、おいいやん。バカにしてきたよ、これですか。いやここしか空いてなかったやん。いや結構いいわこれは。いや日本らしい景色でいいや。あ俺もういいやんか、結構いいやん。とりあえず今部屋前に来たんで、共同の部屋、はい、入ってみたいと思います。行きましょう。よし、おお結構広いで。マジでこれ2人で、ちょっとこの景色、じゃあすごいやん。これどれどれ、どれ、いやこの景色めっちゃいいわ。あめちゃめちゃいいっすね。なるほどやね。今から貸し切り風呂に入りに行きたいと思います。
っちゃ気持ちいいです。貸し切り風呂は気持ちいいですね。まあ親父天国行っちゃったんですけど、こうやって家族で、まあ、来る時間与えてもらえて、まあ、本当に良かったかなと。まあそれでやっぱ父親に親孝行をやりきれなかった部分もあったんで、まあ、僕ら兄弟は、まあ、親父の分まで母親に対して、まあ、しっかり親孝行をしていけたらいいかなと思います。スロッサーは家族旅行に来てもこうやってトレーニングをサボったらあかんと思って筋トレをしているようです。めっちゃ偉いな、キイチ。え？さすがっすね。いや、なんか四十九日とかで練習できてないから、あんまり。できる時にコツコツと。できることを。骨が帰国したということで。はい。乾杯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 、嬉しいわ。ありがとう。塩で。お好みでどうぞ。じゃあ、いただきます。これはじゃめちゃ美味しいね。うん。ね、とろけんね。うん。うまいです。美味しい。いただきます。あるで、ここに。カニの子。うん。これがね、またビールと合いますね。ああ、そうです。こうやって食べるんで。こうやって、こうつけて食べるんで、うんうん。今からちょっと稲町ですね。そうやな。これがメインやからな。はい。ハイライト。まあ、旅館は旅館で、な。はい。さっき、すずさん、ズバッと、切り込んでましたね。そうやな。ちょっと旅館の接客とかに対して思うことあったから最後やっぱ注意はしてきた。ああ確かに、でもあれはまあやからじゃなくて普通にこうしないといけないですよって。確かに、だって最後見送りもないんやから。それはちょっと ひどかったですね。人生で初めてでした、旅館行って見送られない。じゃそれまでじゃ俺はフラストレーション溜まってて、あで最後やっぱお金払ってそれで終わりみたいな感じだったから、はい、俺らはやっぱ思い出を買いに来てるわけやんか、はい、なんで気分悪くして帰らなあかんねんってなるわけやんか。確かに、やっぱそれは真心持ってやっぱやるのが当然やと思う。逆の立場でどう思いますって。確かに、じゃあ気分 悪いですって言ったもんな。ああ、じゃあなんでそれができひんのって感じやん。でもまあ人間はまあ失敗して学んでいくんで、マネージャーみたいな。そうさん、まあ何とか機嫌取り直して、うん、あでもそこはもうあれやで、はい、仲直りしたで、はい、仲直り。到着しました。でここはね、10年前に親父に連れてきてもらった場所なんですよ。10年ぶりです。わー懐かしい。これどうですか、久しぶりに。めっちゃ綺麗。お前インタビューだとして、なんかインタビューしてこい。いや、インタビューないっすね。ほんまだから青木真也の配線についてどう思いますか。誰、青木真也さんの配線についてどう思いますか。あれはな、もう相手が強かったな。あ強いし、やっぱ相手の圧力と、やっぱ受けてもうてるよな。あ、うん、だから俺は、やっぱ青木選手にもうちょっと自分から詰めてガッて、もう、行ってもらいたかったなってあるな。ああ、なるほどですね。いい時ってなんかこう詰めてガッて。はい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 。それは相手の圧力あるけど、そういうところで、やっぱ青木真也のスタイル貫き通して、はい、攻めの姿勢で行ったら、うん、組の展開にも持ってきたかなっていう、そこを見てみたかったな。なるほどですね。おう、たまにはインタビューできるやん。はい、いいね、これいいな、これ乗ろう。失礼します。テンション上がりすぎやろ。テンション上がるやろ、これ一番前。嬉しいですか。めっちゃ嬉しい。上がってきた。この辺はどうすか。めっちゃ嬉しい。最高。最高。他も最高。ほんま最高。会長は最高です。最高ですか。ありがとうございます。みんな最高みたいです。めっちゃこんな楽しみやん。あ、そう、これがな
ましたか？めっちゃ良かったです。めっちゃ良かったですか？お母さんどうやった？めっちゃめちゃおしゃれになって良かった。可愛かったわ。お父さんどうでしたか？いやめっちゃ良かったな。あのマスターの説明も、そうや、大将の説明が面白かったし、パンなった方がいいんじゃん。こんな感じでね、一泊二日の親父を忍ぶ会、まあ旅行ということで終えました。まあ、みんな今日どうやった？今日というか今回の旅行どうやった？なんかパパのことをほんまに思い出させて、思い出させてもらってよかった。でも親父が連れてきてくれたようなもんやで、うん、そうやね、旅行な。そうやな、うん、10年前に行ったところにまた10年ぶりに、まあ、親父いないけど、うん、まあ、親父と一緒に、まあ、来たっていうことで、これはいい旅になったかなと思うな、うんうん、お母さんも、うん、まあ、お父さんいないから寂しいけど、うん、まあ、家族でみんなで息子らで、まあ、お姉はちょっとイギリス帰っちゃうけど、うん、まあ、親孝行していくから、ありがとう。お母さんも元気で仲良く、うん、仲良くというか長生きしてな。最高、うん、最高の言葉やな、嬉しいわ、はい、うん、ありがとう。皆さん最後までご視聴ありがとうございました、はい、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。お父さんへ、お母さんのことは俺たちに任せといてな。天国でゆっくりしてください。お父さんの子供でよかったです。本当にありがとう。